開けるとき、静かにドアを閉め、置き手紙にまだ痛いけどと階段を降りて台所で手にハンカチ、裏の戸の鍵を開け、外に出ると自由の身、あの子のために犠牲払ってきた、何でも買ってやった、家で娘、長い孤独の後、パパ食うママガウンを羽織、どこにあった手紙を拾い、階段の上で立ち止まる、大変よパパ、あの子が家でした、こんなひどいことをどうしてするの、私のこと考えたこともない、尽くし続けてきた、家で娘、長い孤独の後、金曜朝9時に遠くの街で約束の待ち合わせ、自動車売買の男と、何を間違えたのかわからなかった、お金以上の喜び、